11月の10日、ようやく本州の一番端っこの山口県の下関にたどり着くことができました。皆さんのサポートのおかげで無事にここまで来れました。改めてありがとうございます。とりあえず期間も12月20日からバイトがあるんで、それまでに沖縄まで行ってその旅をメイクしたいと思います。今日から九州の旅が始まりますけど、頑張っていきます。そこでもチャリンコの子と知り合ったんですよ。後々で沖縄でつながるんですけど、でまあそこから九州に入ったんですけど、北九州、小倉に、無事九州入りました。本当は歩いて海底トンネル行きたかったんですけど、今工事中らしくて行けなくて、まあ、バスで橋渡って、まあ、めちゃめちゃ近いです。よし、行きます。小倉ってどんなとこやってて、俺宮本武蔵ぐらいしか知らなくて、なんやろみたいなで行った。結構栄えてて、牛さんラディアルっていうブランドやってる人なんですけど、その人の紹介で九州紹介しました。いろいろ結構ファインズクラブっていうのがあったんですね。そこ行ったらShimicchanっていう人がいたんですよ。まあ面白いですけど、でしみっちゃんはいきなりこうかなりテンパってて、いきなりなんかもうホグっていうやつがおるんですけど、で美容師はやってるんですよね。ホグの方が調子いいんじゃないみたいな感じで、まあ、いきなり投げられて、そこでまあいきなり髪を切られたんですよ。ホグもテンパって、これどうしたらええのみたいな。でまあなんかとりあえず髪切るしかないなみたいなので切ってくれて、それが今こう伸びた状態になってるんですけど、でまあそこホグにお世話になってたんですよね。北九州では3日ぐらいですね。撮影もかなりいけたし、マサさんっていう人の撮影なんですけど、まあ、おもろかったし、でそっからまあ総九州の方も正義やとつながってて、博多行ったし、で正義に会いに行ったら今日飲みに行きますよみたいなの言われて、もういろんな人が珍しく集まってたところに僕もポンって入れて、そう広島の人らにアンギさんに会った方がいいって言われて、たまたまアンギさんにも会えたんですよ。そこで知り合ったレイ君っていう人、大きいごっつい人なんですけど、でそこから、まあ、レイ君に預かってもらおうとなって、こういろいろ紹介してもらって。おはようございます。レイ君、どうも。レイ君久しぶりです。大阪遊びに行きますわ。レイ君今日どこ行くんでしたっけ。バナナジャンクタップでしょ。バナナジャンプトラップっていうスケートパークがあるんです。ボールとかコンクリートとか、ジャンプトラップで、コッピンさんっていう兄弟でカリフォルニア大好きな人なんですけど、めっちゃかっこいいお店なんですよ。アメ車とかブブーンだったり、バイクもめっちゃ改造してたりとか、でその続いた日も多分何周年かのこうバーベキューで、めっちゃうまい。そこでもう牡蠣食わしまったんですよ。バシラあげて、はい、バシラキリーノで、汁はこぼさず、こぼさず、あけんそうあけんの刺しのズーポンをのレモン汁を1、2、3滴やな。あーいい、それ完璧やな。それを吸い込みの、いただきます。吸い込みの、はい。そしてスーパーうまいですね。今までの牡蠣は何やったんやろって感じですね。本業はラーメンの方やろ。ラーメンの方やから、ラーメンも取るよ。でまあそこのジャンクトラップのボールもまたいかついんですよ。名前はなんていうの。りんのすけです。りんのすけ、はい、よろしく。マニピーパーキまあいろんな人に出会えて、でまたちょっと博多に逆戻りして、でレイ君はまあ東京行くやから正義にしますよね。正義の弟の正義もラッパーなんですけど、大将って呼ばれてるんですけど、結局スケートは正義とはしなくて飲みに行くしかしないですけど、結局最後博多出る日があったんで、その時にしみっちゃん、ファインズグラブのしみっちゃんに戻るんですけど、しみっちゃんがわざわざ来てくれたんですよ。今日の夜は弾き上げますよ。
今から行くのはそこのジュリアナス。ジュリアナ中洲はナショナルパブです。中洲のど真ん中です。小倉代表しみっちゃん、今日来てくれたもんね。わざわざありがとう。わざわざ、いいね。嬉しいです。今日は楽しみましょうね。イエーイ。もうしみっちゃんカラオケバリバリうまいんですよ。パブのお姉ちゃん完全に弾いてるがどうしていいかわからんみたいな感じでしたけど、ね、そんだけうまいんや。そんなうまいですね。嘘、あんだけうまかったら多分女の子気使いますよ。最高の人です。もう大好きですね。